いや、ちょいよ、ラジオですので、今日もやっていくんですけど、今日はね、ペッカ工場の基礎編、を第2弾ですね、やっていこうかなと思います。まあ、これはですね、ペッカ工場の基礎なんで、まあ、これを見ればね、あなたもね、あのペッカ工場が使えるようになりますと。まあ、そういう感じですね。まあ、過去にも何回かやったかと思うんですけど、途中で何回も終わってます。ってことで、いきたいと思います。今日はですね、グラチャルゼロからやるんですけど、でも相手がね、ちょっと弱いんですけど、その分ね、解説しやすいかなと思うんでね、ちょっと難易度低めでやっていこうかなと思うんですけど。まあまあまあ、これで負けたらいけるんですけどね。まず、初手は絶対に、ユーノと、ペッカゴー、違う、ユーノとゴースですね、を後ろから出すっていうのが基本です。まあ理由は、ユーノとかゴーストって、なんだろう、ちゃんと陸のカード1枚、出させる効果があり、しかも、リスクが少ないですね。なんで、とりあえずこう、ゴーストというのをこうやってね、陸を1枚出させられるんですよ。で、またこうやって逆線にやると、もう1枚陸を出さなきゃいけない。そういう、もうね、そういうね、完璧です。で、あとは3コストのね、もう一つのガーゴイルですね。これが、なんだろう、まあ、3コスト3枚あるんですけど、この3枚が一番使いやすい、使いやすいっていうか、なんだろう、カードとして出しやすいですね。って感じで、こういうエレキとかでね、対空が来たら止めてあげて、で、まあ、こういうエレキとかのね、残りカスに、工場をバンってつけてあげます。で、そして、こうやって手札が回ってまた3コストがいっぱいね、出せるようになりますね。で、エリートババリアン、これ来ましたね。こういうのには、ちゃんともう、ペッカをね、しっかり出してあげます。こういう、なんだろう、ちょっと重めのカードには、もうペッカをじゃんじゃん出しちゃっていいですね。うん。もし、ジャイいたら、とか、ゴレいたら、とか考えずに、ペッカバンバン出しちゃっていいです。で、ペッカですね。で、これある程度形作りたいんで、ペッカの前に出す。あー、オッケーオッケー。で、こうやって、ゴレとかが来たら、逆サイにゴーストを投げる。で、こうやってやると、相手のエリクサーを使わせることができるんで。で、こうやってユーノとか追加せずに、そう、バルキリーがあるんでね。追加せずに行きます。で、そうするとね、はい、こうやってこっちが、こっちにバルキリーの4エリを咲かせたので、こっちのね、ゴレをもうこんなに溶かしてます。敵陣で。敵陣ですよ、これ。で、これで、もう一回ユーノとかを端前に出してあげます。3コスト、3コスト、3コストで回してあげて。で、そうすると、相手はこうやってね、受けがきつくなって、あのマスケも4ぐらいで出してるんですね。で、相手はゴレ出して、こっちにバルキリー出して、マスケ出して、きつそうだなーって時に、工場をこうやってね、足してあげると。いう感じで、ベビドラ出して、もう多分受けがいないですね、これは。で、まあ、こういうのはね、許容しちゃっていいんですね。そう、なぜなら、許容って大事で、こっちが1700まで削れて、マスケって1600ぐらいまでしか削らないんですよ、こっちを。そう。なんで、こうやってやってあげると、エリユーリも取れて、このタワーがね、両サイドトントンぐらいになるんで、そう。それが大事なんですね。トントンになるなら、基本的に許容しちゃっていいです。これが上級者の、ね、テクニックですね。で、こうやって、ファイブを切ったんで、ガゴと工場っていう形。この形がめちゃくちゃ強くて、ペッカ上手い人みんなやってるんですけど、ガゴと工場ってシンプルにカード1枚だけじゃ守れないんですよ。そう、ファイブとか、タワーに着地してからファイブとかね、そのくらいでしか守れないんで、こういうのにはちゃんとペッカを出してあげる。もうゴレ相手とか関係なく、こういうなんだろう、守りにくい、エリートババとかで、ね、守りにくいカードにはこうやってペッカを出しちゃっていいです。で、終盤はこうやってちょっと形を作り、ペッカの周りにね、ガーゴイルを足したりだとか、エレキのね、残りカスがいたりだとかね、まあ、ペッカの周りには何かしらカード1枚あった方がいいかなっていう感じではあるんですけど、こうやってザップで、まあ、グッドゲームという感じで、結構、序盤は、3コストをいっぱい使います。で、相手の受けがなくなって、エリババとかね、そういうコストが重いカードが出てきた時に、今みたいにペッカを出してあげる。で、で、他には、お、なんかチャレンジ終了しちゃったよ。おい、チャレンジ終了しちゃったんですけれども、と。けれども、これやばくない？これ。勝ってるよね、これ。まあいいけど。まあ、でもう一回ね、行きたいと思います。基本的に3コストのカード。あと、ザップですね。ザップ。もう、邪魔ならね、相手のタワーにバシバシザップ打っちゃっていいっすよ。これバーンつって。で、手札に3コストのカードをね、なんだろう、手元に残して、で、3枚。とかね、大体3コストで回していく。で、その3コストに対して相手がベビドラとか、まあ、ね、そういうカードを切ってきたら、まあ、エレキとかで受けてあげて、3コスト3枚と、まあ、エレキとかで回して、もう一回ね、3コストを出しまくるっていう、そういうデッキですね。で、大きいカードが、相手が回ってきたら、ペッカを出す。あ、ミスった！これエレキと間違えた。そういう感じでね、相手も軽い系なんで、で、ギャングがある。で、ギャングとかには、基本的にゴーストをね、温存したいんですよね。そう、で、今回は出したんですけど、次からは、ギャングが来るまではゴーストを温存するっていうね。で、ここ、ダックプリぐらいにはまだペッカ出せないですね。で、これ相手はね、PP、プリンスとかが入ってるジャイプリプリの可能性があるので、ちょっと待ちます。そうですね、多分そうですね。
で、後ろから工場を出していきます、こういう時に。うん。相手がポイズンを攻撃で打った時って基本的にアド取れてるんで、そういう時にザップとか打っちゃうとちょっともったいないんですよね。2位とかアド取れてる時にザップ打つと戻っちゃうんで。で、こういうのはペッカで受けていきます、ちゃんと。やっぱプリンスとか、エリババとか、キョスケ、メガナイト、ペッカ、そういうカードは全部、ペッカで受けちゃっていいですね。はい。で、こうやって、何かでタゲを取って、空の攻撃がない時にこうやって裏でね、ガゴでシュパシュパしてあげるっていう。で、これで相手がね、攻めの呪文、ザップとか打って、エリクサいないだろうなって時に、こうやってユーノとか足してあげると、結構いい感じに刺さります。ふい。ふい。で、これでね、あと相手はね、まあ、ダックプリがあって、まあ、プリンスもあってって感じなんで、うん、難しいですね。まあ、これは、血液をして、ゴーストとかだとね、ゴーストは温存したいんで、で、工場出しても、プリンス合わせらせて、ね、ザクっていかれちゃうんだよね。そう。で、ここは、ペッカですね。じゃん。そう。どうせごぼうりを合わせてくるので、ごぼうりじゃない。で、はい。で、ポイズンだったんで、ファイボだったら本当はやらないんですけど、相手がポイズンの場合は、こうやって、ペッカの後ろにね、工場つけちゃってもいいですね。やばい。ちょっとやばいぞ。はい。はい。で、こうやって、相手の空切ったタイミングで、こうやってガゴだけでね、しばいてあげるっていうのが割と大事ですね。で、こうやってエレキバーンとしてあげて、で、あと、空、なんだろうな、ガゴとかだけでしばいてあげて、それに対して、デッキ相手を回して、対空のね、コウモリとかを出してきたら、ちゃんと、そこで、ザップとかをね、打って飛ばしてあげるっていうのが大事ですね。よいしょ。よいしょ。で、相手はポイズンなんで、ファイボドとかだったらやっちゃいけないんですけど、ポイズンなんでね、速攻性がないんで、ペッカの後ろに工場をつけるのは非常に有効です。で、ポイズン打ちます。はい。バンと。で、ガインと入って、ポイズンでね、細かい系を全部抹殺すると。で、これでゴーストを出し、またね、プリンスとかを多分引き出せるんですね。なんで、ペッカを出しちゃいます。はい、ドーンと。いう感じで、そういう感じで、ダックプリとかね、大きいカードを切った後に、ゴーストを受けれるのって、細かい系じゃ受けれないですね、ゴーストを。なんで、プリンスが出てくるってわかるんで、そこに対してペッカを出すという感じで、で、こういうのに、ちゃんとガグを出します。ガグを出してダメージを軽減させてあげる。で、ペッカをちょっとずつ残す。はい。って感じで、まあ、これはね、ポイズン打たれてなくなっちゃったんですけど、で、これまたゴーストとかを出していき、これどうせまたそうですね、プリンスが来るんで、こうジャキンという感じで、まあ、ゴーストが死ぬのは若干もったいないんでね、こういうとこで、ゴーストの前に蓋として出してあげるって感じですね。はい。で、ゴースト死んじゃったよって感じなんですけど、で、はい、工場バーバリアンを出して、ポイズン打って、もう多分終わりですね、これで。多分ね。ゴーストを足してあげて、この、ね、ギャングとかが真ん中に来るんでね、構えてあげた方がいいです。相手がギャングの時とかは、基本的にゴーストをこうやってペターンってつけてあげちゃうとね、楽になるんで。で、ザップ使ったんで、相手コウモリとかヤリゴブが来るんで、こうやってガグを足してあげる。で、ガグを足して相手は、それに困ってる時に、まあ、工場を足してあげて、まあ、ユーノを足してあげる。はい。ってな感じですね。まあ、こんな感じでもう終わるんじゃないかなと。はい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 。ありがとうございます。ってな感じで、まあ、3コストで大きいカードを引き出す。それで、リスクを、なんかなんだろう。まあ、低いリスクで、まあね、大きなリターンを得るみたいな、ね。まあ、そんなデッキなんですけど。まあ、こういう、ここら辺でね、まあ、いっぱい、今みたいに、プリンスとかを引き出して、それをペッカで潰してから、火力がなくなったところで、後ろに工場バーバリアンをつける、みたいなね。そんなデッキになってます。まあ、ほんと基礎ですね。基礎中の基礎、割と。ここに相手のエリクサーハークだとか、手札ハーク、そういうものが混ざってくるんですけど、まあ今はね、基礎の動きをね、まあ説明してるだけなんでね、まあまあまあって感じなんですけど。で、また、あれですね。よろしくと。まあ、ユーノとか、ゴーストをね、まあ、出していくって感じですね。ちょっとミュートしましょうって感じなんですけど、ユーノを出していき、はい。相手も多分同じようなデッキなんでね、ユーノ入ってると大体今ペッカとかなんで、まあ、こうやって様子を見ていき、あ、マジアチャペッカですね。これ多分もう一枚出てくるんですよね。これ延命したいんで相手は押してこない。よいしょ。まあこれゴーストが倒してくれるんで、でゴーストに何かしら出してくるんで、これペッカ出しちゃっていいです。はい。で、そう。相手みたい、今みたいに、その長距離ユニットを延命してこなかった場合に、4襟のね、その相手とかを倒せる、3コストのカードで倒せるとアドになるんですよ。で、まあ今ゴーストが生きてて、もう1枚何か出さなきゃいけないみたいな状態だったんでね。よいしょ。なるほど。それはうまい。
まあ、こっちは別にもういいんで。で、これで、まあ、U のとか出してくれるんだよ。で、こっちで U のこうやって釣ってあげます。相手がエリクサーない時に限って、こういうことをするとね、まあ、インドラの竹取りもできて、ザップだけで守るよりも、こうやってカウンターできるんでね。まあ、これはちょっとね、あれですね、おすすめテクニック。インドラとか、ちょっと食らってるインドラとか、ちょっと食らってるベビドラとかね、ちょっと食らってるメガゴとかを、端前言うので受けてあげると、相手がね、エリクサー苦しそうな時に、まあ、エリキに5ザップとか打ったら、基本的にエリ勝ってるんで、4エリのものに対して6エリの呪文を打ってきて、そういう時にね、大体勝ってるんで、今みたいにね、工場をガゴで守ってから、工場を足してみたいな、そういう感じですね。相手の呪文を見るっていうのがね、割と大事で、これ、マジェちゃん竹取っちゃいます。よいしょ。はい。で、このペッカーね。で、これも大事なんですけど、今、こうやってエレキが追い越してないじゃないですか。で、端っこに出したエレキに対しては、基本的に端っこにペッカーを出す。で、端っこに出した、こっちに出したエレキに対しては、こっち側にからペッカーを出すっていうのを意識すると、あんまり追い越さなくなります。後衛ユニットが。まあ、これもね、結構、おすすめテクニックなんでね。で、こういう感じで、適当に、攻めてあげて、そうですね。もうエレキとペッカの形ってめちゃくちゃ強くて、後ろのエレキをね、呪文だけでしか飛ばせないんで、でこうやってペッカで受けてあげて、よいしょ。はい、いいですよ、と。よいしょ。まあ、こんな感じですね。うん。で、こうやってまた、もう、あとは守るだけなんで、持ってれば勝てるんで、後ろから3顔とかね、出してあげちゃって。ゴーストとかでこうやって出してあげちゃって、まあ真ん中エレキをおしゃれに決めて、まあ、ポイズンとかね、ポイズンとかでバシバシ、バシバシに決めていって、まあザップとか打ってあげて、まあまあまあ GG という感じですね。まあてな感じで、はい、まあそんな感じですね。本当にこんな感じ。もうエレキに呪文を打ってきたら、逆にね、今みたいに、さっきみたいに、エレキに対して5ザップを打ってきて、なおかつ相手が逆サイを攻めてきた。で、5ザップ打ってから逆サイ工場出して、それ10エリなんですよ。で、それを、ガゴで受けてから、端前に工場を足したら、まあ、攻めて、打って、守れて、まあ、ね、マジアチャぐらいなんで。で、マジアチャを4エリで出すと、またエリクサが0になるんですね。で、そこで、逆サイのインドラをユーノで守ってあげて、守りつつ攻めると、そのユーノを受けれない、みたいな。で、そのマジアチャをまたゴーストとかで殴って、ユーノを引き出してみたいな、ね。その無限ですね。もう無限にそのサイクル。そう。なんで、基本的に、工場、ユーノ、ゴーストですね。この3枚を出すと、大きいカード1枚は出てくるんですよ。そう、だから、それに対して、大きいカードには絶対にエレキかペッカを合わせるっていう意識ですね。うん。まあ、ベビドラとか、まあ、ゴエリのね、なんだろう。まあ、ウィザードだとかね。そこら辺が出てきたら、まあ、エレキを合わせるのか、まあ、ペッカを合わせるのかね。それを自分で考えてやっていければ、結構ね、その相手の陸受けを引き出すっていうね、いい感じにできるんでね、おすすめですね。あとは、楽しい、普通に。そう、ちょっと相手の陸受けをとかね、俺も最初は陸受けとかエリクサーとか全然わからなかったんですけど、こういうデッキを使ってるとね、だんだん使えるようになってくるんで、で友達とかに、あ、これ陸受けないから今入るとか言ってやると、もう、気持ちいいです。ってことでね、今日もこの辺で終わるんですけどね、ぜひ参考になればと思います。ということで今日はこの辺で終わります。バイバーイ。